琉球で使用されていた文字。琉球古字。右側が実感、左側が十二支である。琉球新陶器に記載されている文字である。占い等に使っていたようである。十七種類の文字があり、実感と十二支を表している。本土でも似たような文字が見つかることがあるが、関連は不明である。1886年に歴史家の神谷由道が、 東京人類学会報告第9号にて、琉球の古代文字として発表したが、それ以降は研究の進展はなかった。在野の研究者でも、いわゆる人大文字の研究者が取り上げることは、再三あったが、それらも、いわゆる人大文字の多様性を示すため、参考までに紹介する程度であって、あまり関心を持たれてきたとは言えない。戦後、1970年代になってから、 竹内健は、実感十二支ができる以前に古代中国にあった十二、漢という古い暦の名残ではないかという説を出している。昔、中城の付近に天神が降りてきて、数百の文字を伝えた。占い師が使っていたが、白間に村人が家を悪い日に作ったことを教えなかった。天神がなぜ教えなかったのかと聞くと、占い師は聞かれなかったからだと答えたので、天神は、 尋ねないなら言って教えるべきだと怒って文字の半分を咲いて天に登っていった。そのため文字は少ししか残らなかった。それが現在の琉球古字だという。70年代ぐらいまでは老人が順番を表す単なる不調としてのように使っていたとも言う。実感といっても音名の区別がないので5文字しかない。故に単に5行だと言った方が良いかもしれないが、 後続する十二文字の十二、地に対比させて弁宜上、漢と呼んでいる。琉球新陶記は江戸時代初期に書かれたものなので、国学者や蘭学者の一部には知られていたが、江とは中国伝来のものであり純粋な日本文化ではないので、人代文字皇帝派の国学者であっても琉球古字への国学者からの評価は辛辣なものであった。むしろ蘭学者の方が、 中立的な立場から関心を示した。彼らの手によっていくつもの写しが現存しているが、その中には、書体がかなり異なったものや出所が曖昧なものも、含まれる。十二子を表すという文字のうちの最後の二文字を、除くと、甲骨文字の実感と形状が一致することから、竹内はこれは十二子ではなく、太古に存在した十二貫であるという説を唱えた。 また実感を表すという5文字しかない文字も、甲骨文字の、幾度近水であることを明らかにしている。これらから、さらに展開して、人大文字の一種のアビル草文字や泡文字について、そのいくつかが甲骨文字であることを突き止めたが、その議論のすべてを発表するには至らなかった。アビル草文字が、甲骨文字であるとの説はその後、高橋義則に引き継がれたが、47文字全てに、 ついて解明されたわけではない。ちなみに、人大文字についての是非は、江戸時代から論争されていたが、甲骨文字が発見されたのは、日清戦争の後である。ありがとうございます。